おい、おう、おう、マジか。本当にこんなところから行けるのかよ。ああ、あのビルにつながってるはずだ。ただ変な奴らも住み着いてるから気をつけろよ。強くなった気がするぜ。腰が張るぜ。手加減しねえぜ。よし、行くぞ。どうするかね。ほれほれ、してみろ。やってやる。食らえ、食らえ。かかってこいよ。仕留める。行くぞ。出せよ。騙した。とっておきだ。見せてやるよ。暗いな。やってみろ。俺の番か、これで。やめんな。行くぞ。よし、行くぞ。騙した。とっておきだ。見せてやるよ。ほら来いよ。やめろ。くらえ。かかってきなよ。
雑魚が。とっておきだ、見せてやるよ。よっしゃ、勝ちだ。腰が張るぜ。二度と笑えなくしてやってやるぜ。よし、行くぞ。とっておきだ、見せてやるよ。おい、決め、俺の番か。してみるぜ。俺の番だな。やってみろ。とっておきだ、するかね。なめんなよ。やってやろう。いい仕方だ。楽勝だ。しゃ。おお、なんかくれよ。ボコボコにされて。これで行くぞ。なあ、てめえ
行くぞ。おっ、俺の番だな。ああ、やってみろ。ほら来いよ、雑魚が。これでどうするかね。なめんなよ。どうした？してみろ。お？かかってこいよ。腰が張るぜ。中華料理屋なんてねえぞ。どうなってんだよ。ち、屋上に出てよ。な、ん、頭かち割るぞ。手加減しねえぜ。俺の番だな。伊
見せてやるよ。取っておけ。どうするかね。ほら来いよ。行くぜ。いや、もう許さねえ。よし、行くぞ。はじゃ。俺の番か。よし、楽勝だ。おう。階段降りりゃ幹部会の会長だ。何者だ。すぐに楽にしてやる。手加減しねえぜ。よし、行くぞ。見せてやるよ。とっておきだ。やってやる。なぜ。俺の番だな。何。ほら来いよ。ほら。玉木さん、なんだってね。ほら、行くぞ。
ねえぞ。行くぞ。これでやっやれ。よし、行くぞ。見せてやるよ。こっちを取れ。俺の番だな。よっしゃ、勝ちだ。頭。おう、久しぶりだな、一。いつ出てきたんだ。俺の出所なんて気にもしてないでしょ。いじけたこと抜かすなよ。頼りの一つでもくれりゃ向かいの一人ぐらい出してやってたぜ。特別にな。近江の大門ぶら下げた人間の出迎えなんていらねえっすよ。親父にくっついて近江に寝返ったんすか。寝返る。おいおい、やめてくれよ。このご時世当たり前の身の振り方をしただけさ。それにしても一、たとえ登場会が残ってたとしても誰もお前の迎えには行かねえってことくらいわかるだろう。忘れてねえよな、てめえが絶縁された身だってことをよ。俺は迎えのことなんて何とも思っちゃいませんよ。絶縁のことだって忘れちゃいません。じゃあなんだ、金でもせびりに来たか。随分な言いようですね。俺が誰の身代わりで18年も臭い飯食ったか分かってんすか。十分分かってるさ。分かってねえのはてめえの方だ。何？今夜は親父にとって大切な席だ。ことを荒立てて台無しにしたくねえ。自分で決めろ。おとなしく帰るか、ここで殺されるか。その扉開けて親父に会います。昔からてめえのふぬけ面見るたびにいつかぶっ殺してやるって思ったもんだ。偶然っすね。俺も頭に殴られるたびに同じこと考えてましたよ。それなら18年越しに叶えるとしようか。お互いの夢をな。負けても文句は言わんでくださいよ、頭。白黒つけようぜ。やってやるぜ。よし、行くぞ。見せてやるよ。こっちを押すな。俺の番だな。喧嘩も遅いのか。見せてやるよ。こっちを押すな。こんなのはどうだ。死ねえ。よし、行くぞ。見せてやるよ。とっておけ。してみろ。おいおい、その程度か。俺の番だな。見せてやるよ。とっておけ。よし、行くぞ。見せてやるよ。こっちを切れ。俺の番だな。見せてやるよ。こっちを切れ。
回復だ。よし、行くぞ。これで。おお、俺の番だな。喧嘩を見せてやるよ。こっちを置くな。よし、行くぞ。覚悟はいい。俺の番だな。おら、よし、行くぞ。どこか強くなった気がするぜ。覚悟できてんのか。その扉を開けたら二度と引き返せねえ。一、お前にその覚悟があんのか。18年、俺はこの扉開けるために18年我慢したんだ。おやつさん、どなたかね。これは失敬、私宛ての客人です。やっぱり来たが、やっぱりな。お前だけは裏切らねえな。おやつさん、聞いてください。どうして。日にトラブルですかな。いえ、トラブルではありません。心配なさらず。おやっさん、全ては予定通りです。すまねえな、一、死んでくれ。